キッズさん、これなんで今入れたか分かります？そこで路中がいるからですよ、ね、このジャパンタクシーも。この手前のさ、なんだか専属池の動画あるんじゃないですか。あれはね、本当に米欄がマジでひどい。ね、ああいう工事、ああいうじゃねえか。ね、こういう路駐、ね、工事、そういうので車線が絞られるときって、入れてあげるのがマナーなんですよ。ね、ましてやもうほぼ止まるか止まらないかの速度ですよ。あれマジでひどい、本当にあの米は。でもなんかな、ほらコメント見てるとさ、まあ免許持ってる人もいるんだなとは思うけど、ねえ、しまいにあのなんかファミマのトラックが悪いなんて言ったやついたからね。あれも田舎者のね、あれセリフだよ。この先いや、まあ邪魔か邪魔じゃないかって言ったら邪魔ですけどね。都内だってコンビニ駐車場ねえんだから、まあまあそれはいいけどね。あれはね、俺の動画の中で2、3番目にひどいね。いや1、2番、いや違うな、3本の指に入るひどさだね、コメント欄が。何も話したくてマジでひどい。ファスナー、まあその、まあ、仮にファスナー合流を知らなかったとしてもだよ、ね、とはいえ、ね、あんな路中が目の前にいて入ってくる車をね、あんな加速してクラクション鳴らすなんてね、性格悪すぎだろってね。それに米してるやつらも一緒、お前これ後ろの車がいなくなるまで待てよ、お前日が暮れちまうよお前。だからなんだかなと思うよね、そういうのね。なんでまあそういう交通量少ないってことだとそうなのかなってあれは思ったね、本当に。お前車いなくなるまで待ってろよって、いやいやこいつ真面目で言ってんのかこれと思ったもん。諸葛慶受信しました。でましてさ、今のさ、あのセブンのトラックなんてさ、まあ、この時間帯すげえ見さ、今の周り時間帯だからさ、まあ、荷物積んでるわけじゃないですか。ね、あれ先頭でさ、こっちに入ってこれないでだよ、入ってこないで来れないで、信号で先頭取ったとしてもさ、加速全然できねえんだからね。えだったらあそこで入れてあげた方がね、まあ円滑じゃないですか。あれはマジで笑った。まあカメラだから多少さ、その遠近感ちょっとつかみにくいかもしれないけどね、入れてもらって当然だと思うなんて、いやいや、その当然だと思ってませんよ全然。うんうんうん、ちょっと待ってね。やっべ、すげえ腹痛くなってきた。お前が急に車線変更したから、お前側で急にって、なんで急にって、なんだこいつじゃねえだろ、お前が止まれお前が。まあ何でもそうじゃないですか、あの価値観の違いっていうのはね、ほら一生分かり合いませんから。これでももう価値観がどうのこうのじゃねえよなこれな。ね、明らかにね、
この入ってくるのを見てパッて気づいてさ、アクセル踏んでんだから、この加速見りゃわかんじゃん。いやいや、これ完全お前が悪いやん。車間距離考えろよ、わらわら。ウインカー出せば入っていいって問題じゃない。いや、あのね、車間距離考えろ、お前ね、これ5メートル以上空いてるから。いや、鳴らされて当然やで。いや、車線変更も悪いわ、ほら。でしかもそれにさ、いいねをつけてるやつがたくさんいるわけですよ。どう見てもお前が悪い。あとね、そうそうそう、この動画で とにかく多かったのが、そう、交差点内って車線変更禁止だろって。そもそも白だからね、黄色のあの実践の時はあれ車線変更禁止じゃないから、はみ出し禁止だから。残念な動画です。自分がすでに正義と思っているんでしょう。なんだよ正義って。何かね、俺はあれかね、なんかスーパーマンかなんかかね。採用されないね。でもこのコメントの中にはさ、その免許持ってさ、ね、そういうコメントしてる運転が当たり前だと思って言ってるやつがいるわけです。だからそれはプリウスと同じだけですよ。ね、これ工事2車線してますね。これ入れなかったら本当にひどいよ。走ってる時に急にさ、ね、割り込んでくるのとわけが違うんだから。お前これ割り込みだぞとかも結構来てたけどさ、いやいや、割り込みって何ですかね、割り込みって。なんか音楽止まっちゃったぞ。たまにおかしいんだから。今日は工事多いですね、これね。そうだそうだそうだ、この動画はこのこと、そのファスナー合流のことよりも、そう、交差点内は車線変更禁止だぞってコメントが、そうそうそう。インターネットマジで面白い、本当に。自分が正義だと思う。なんで自分が正義だと思ってる。なんでそれ。おめえの自己中意見イラつく。あとなんだっけ、その交差点進路変更禁止のことについて、まあ当然そういうことコメントしてるやつは交差点内の進路変更が禁止だと思ってるわけじゃないですか。まあ1万歩譲って、じゃあその話をね、それで進めましょうね。仮に交差点内がね、進路変更禁止、じゃああれが黄色の実線だったとしましょうね。あれで進路変更して切符切られますか。切られるわけないでしょね。路上駐車がいてね、それでね、進路変更、車線変更するわけですからね。じゃあいつ進路変更するんですか。すごいね、8割9割だもんね。ぐちぐち文句言ってるけど強引に入っていってるよね。強引に入ってねえよな。あの車間で入る、鳴らされて当然の距離だね。完全な割り込み。自動車学校で習ったじゃろうに、へりくつばっか。どうするよな、これな。
すげえなこれ。交差点手前30メートル以内で車線変更すればそうなるわ。バカだよな本当に、ね、はい、じゃあそういうことでね、はい、お疲れちゃんです。